マンデンジャーホリック初登場3位。今週2023.88824の YouTube チャートトップ100の週間総視聴回数は、先週比で7.6増トップ100の初登場作は、17作先週12作となった。17週連続1位は、テレビアニメ推しのし第1期のオープニング OP 主題歌 y 遊びのアイドル視聴回数1767.7万回。 視聴回数は7月から減少が続いていたが当週は前週比26.8増と7週ぶりに増加に転じた。2位とは4倍以上の大差がついており依然として独創状態が続いている。2位は前週と同じく北に達也によるテレビアニメ呪術回戦第2期替え玉玉織の OP テーマ性の隅か同397.7万回。 視聴回数こそ全周比4.2元となったが3週連続で2位をキープしている。3位に初登場したのはスノーマンデンジャーホリック YouTube バージョン同397.1万回。メンバーのメグロレンが主演を務めるテレビドラマトリリオンゲーム TBS 系の主題歌だ。 第3話の放送終了後にプレミア公開されたミュージックビデオ MV はメンバーがボードゲームの世界に入り込みクリアするまでの様子を描いたストーリー仕立ての内容。表情やアクションに合わせて表示される手書き機っぽい文字やテロップも楽しきな雰囲気でトリリオンゲームで世界一のわがまま男を演じているメグロが価値器な笑い声を上げる場面などまるでドラマの内容に合わせたような演出も。 ダンスも見どころでグループの公式 TikTok では3人1組で楽しきに肩を揺らすスノホリダンス動画を公開。三者さん用のパフォーマンスが話題となっている。なお9月6日には同曲の CD が発売されそのカップリングには舞台滝沢歌舞伎ゼロファイナルで披露されたヒップホップナンバーダボム同247.3万回も7位に初登場している。